9時31分ですね、黒川の駐車場に着きました。駅前の第一駐車場しかなかったんですけど、今駅前からちょっと離れた、入り口に近い、道路に近いところに、今第二駐車場があったんで、そっちの方が止めやすかったんで止めてみました。じゃあこれ今からこれをあれか、はい、結構もうケーブルはまあまあ混んでますね。ケーブルカーのすぐ左側に登山道があるんですね。スタートです。ハイキングコースご利用の皆様へ。ここで緊急事態になったら電話でここを言えってことやね。この番号多分00、まあこれ00は何やと思ってる、安心やね、はい、じゃあ行きましょう。妙見山頂へ大道越経由です。水は綺麗です。大道越えの位置です。左は崖なんで、おそらくはこっちの川渡った方かなと。そこに階段があるんで、ちょっとここ迷いやすいポイントかなと思います。はい、緊急通報ポイント2ですね。たまにこういうホラーラみたいなのがあるんですけど、多分これ炭焼き小屋だと思われます。こんなんが結構点在してるんで、よかったら皆さん見つけてください。はい、大道越え3の緊急通報ポイントです。はい、大道越え4の緊急通報ポイントですね。1回目の休憩です。さっき浮か前のセミの幼虫が土の中発見しました。もうそろそろここもあと5月6月ぐらいになったら春ゼミかなんかが鳴くはずです。これはな、倒れそうやな。こういうところにスズメバチおるんじゃん。今はいないんで見ますけど、こういう木の下はちょっと気をつけた方がいいってことですね。パノラマ動物霊園って、奥の方にはね、ご覧のように、墓地もございます。はい、じゃあ先進みましょう。ここが分かれ道ですね。左が木漏れ日の道です。これね、妙見ケーブルの三条駅からここまでやってくるリフトの頂上駅ですね。野瀬妙見山境内案内図です。リフトを越えたあたりからは登山道というよりかは、街中の林道みたいな感じになるんですね。結構人も多いですし賑やかです。さっきの赤ちゃんですね、黒川。ちょっと上行きます。ここにトイレがございます。男女別の綺麗なトイレがございます。で、鳥の方行くと妙見山の本殿へつながります。ちょっとそっちの方まで行ってみたいと思います。右が大阪で左が兵庫みたいですね。ちょうどここの参道へ登る階段です。この右の方のですね、山道にこれから入ります。ここが三角点のあたりですかね。何やら建築物、構造物があります。これなんかファットウッドろうそくみたいになってる。これとこれ、これが三角点。うん、らしいよ。標高 660.1m です。こちらが妙見山の拝殿ですね。はい、妙見山からの眺めですね。はい、虹が2段になってるそうです。これとこれですね、太陽の周りに沿って枠みたいになってるんですね。山門の間で兵庫県と大阪府に分かれるみたいです。境内にバス乗り場って面白いなと思ったんですけど、どうもここのバス乗り場は令和1年の7月7日を運行をもって廃止したそうです。はい、僕は大阪の方に行きます。ちゃう、大阪ちゃう、兵庫の方や。マニー車みたいなやつですね、これ。こっち側もこうなってるね。そしてアトラクションですね、これ。はい、また再び降ります。2時前ですね。はい、下山はですね、さっき僕ら、向こうからこう来たんですけど、そこですね、そこっちの方行きます。これですね、妙見山ケーブル下 1.8km、 こっちの方行きます。天気も最高です。お、
もみじがいいですねこれ、はい、このルートはまあまあ急ですね。まあまあ急なんである程度いくつかあった方がいいかなと。勾配はかなりきつめだと思います。階段がきつい場合は階段の横のスロープじゃないんですけど、それを降りた方が多分相当楽ですね。この階段あんまり意味ないような気がします。ここに行くとなんか宗教施設みたいなのが向こう見えるんですけど、まあそこと登山道を区切る壁がございます。御滝行場、ここ結局滝は行が見えんようにしてんねんな、あれ、まあ、だいぶ荒れとるな。法規が新しいのを見るとちゃんと管理はされてるみたいですね。ずっと降りてきました。カップルの道祖神が道端にいますね。これはい、行きましょう。歩道と川の間にこんな背の高い塀があります。もしかしたらよく川が決壊する場所なんかもしれないですね。うん、なんか面白いですね。結構人の香りがする場所ですね。ここ水子供養の地蔵尊があったりとかしました。修復記念、何の修復だろうと。修験道系なんでね、やっぱここは。杉丸天皇とか、まあ、何か言われのある場所ですね。あの堀ですね。うわすごい、なんか面白いなこれ。立体的な、これすごいですね。ここのうわ、あの水防堤っていうんですか、砂防堤っていうんですかね、めっちゃでかい。阪急淡路駅みたいなでかさです。はい、ケーブル黒川駅、この先 500m ということで関市ハイキングコースを歩いてます。もうゴールはすぐそこです。まあ、こういうね、あの廃墟が多いですね。さっきも似たような廃墟があって、通りに面してる方が2階で、実はその下に1階があるっていう、谷の方に1階があるんですけど、谷がもう崩壊してまして、この家も似たような感じですね。今だいぶ降りてきまして、ここに駐車場がありまして、なんとここは御滝行場の駐車場ということです。何台ぐらい止める？ 5、6 台止めれそうですね。はい、3時は乗客ゼロですね。黒川から上登るやつは。はい、ゴールすぐそこです。音かやな。今日は行きはこっちから行って、で帰りはこっちから帰ってきたって感じ。コースでしたら左からのコースの方が僕は面白かったなと思います。はい、駐車場帰ってきました。すごいですね、満車ですね。めちゃくちゃ車多いです。はい、阪急バスある妙見口駅まで行くバスですね。はい、じゃあちょっとドライブ用に靴を履き替えます。おお、結構この靴は頑張ってくれました。よいしょ。はい、では大阪まで安全運転に行きたいと思います。